場が決まるとあって非常に多くのサポーターが駆けつけていますが、この歴史的な一戦の解説はジョホールバルの奇跡の目撃者グランメル仙台監督清水秀彦さん、そして的確な戦術分析風間彌弘さんのお二人です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、まもなくキックオフですが、まずアンダー22日本代表のスターティングイレブンからご紹介しましょう。ゴールキーパー曽我畑仁、そしてフラット3ディフェンダーはキャプテン宮本恒康、中田浩二、中澤裕二、そしてミッドフィールド稲本潤一、明神智和、中村俊介、そして遠藤康人、帰ってきた鉄人カリスマ司令塔中田英寿がいます。そして2トップ福田健二と得点王の平瀬智之です。サブスティテューションのメンバーは個性豊かなバイプレイヤーが名を連ねています。さあ、そして指揮を取るのは1年が経ちましたフィリップ・トルシエ監督です。さて、気になる日本のフォーメーションですけれども、かなりこうトルシエさんというのは固定してくる監督ですね。そうですね、というよりもね、やっぱりやり方をはっきりね分かったと思うんですよね、はい、3バック、そして稲本、遠藤、はい、この、この5人はもう変わらないですね、はい、この5人でしっかり後ろを固めて、はい、それからいい攻撃を仕掛けるというやり方ですよね、はい、中田英寿はどんなキラーパスを出してくれるんでしょうか。さあ、シドニー行きに王手をかけた日本代表、そしてカザフスタンと対戦します。まもなくキックオフを迎えようとしています。90分後の栄光は自分たちで掴み取る。シドニーオリンピック出場まであと一つ。日本対カザフスタン、キックオフがすでに行われています。まずは長いボール、エンドラインを越えていきました。入ることを嫌いまして、でスタンドで俯瞰の位置から戦術を分析しようという、まあ、ちょっと変わった監督ですね、ちょっと面白いですね、やり方がみたいですね、変わってコーチのイオンキンさんがベンチには入っています。さて、日本がチャンスボール、左サイド深くえぐった、中村俊介折り返せるか、ボールを持っている、すぐに交わした、左足で折り返す、これは通りません。ゴール前のディフェンダー3番のクミスペホックオフが、これをクリアしています。稲本、一旦宮本をバックラインに返します。そうですね、この位置サイドが空いてきましたから、はい、ここで自由にボールは持てますね、はい、そして中村俊介ライン際ドリブルで持っていくか、外に開いたのは中田英寿ですが、中、平瀬、そして福田、ワンツー、平瀬がゴール前、抜けない抜けない、ありましたね、はい、その直後にトルシエ監督、元山にウォーミングアップを命じました。あ、そうですか、早いウォーミングアップというような感じもしますが、サイドが、さあ、サイド、中村のセンタリーエッド、平瀬の頭の上ですが、その後飛び込んだ、まだボールがある、まだボールがある、ヘッド、明神、明神のヘッドはバーの上、ヘッドに合わせてくる、こぼれたところ、福田がいるぞ、後ろが下がったところ、中村俊介から中田英寿、左で上げる、いいボールですね、ヘッドは合わない、うーん、合わないか、左足ね、インスイングでボール蹴られると守りづらいんですよね、キーパーとね、最初ラインの間、はい、間に入れられて、はい、ラインは割り足もない、そうですね、ちょうど間に入っていくのが嫌ですね、はい、これ知ってますからね、彼ら、さあ、ヘッド、逆打ちから、なんと先制点はカザフスタン、先制点はカザフスタンです。壁が割れたですよね、はい、まず最初にその間から入られちゃったんですね。そしてね、多分ね、今先に清水さんおっしゃったように、はい、左足でインスイングで来ると思ったと思うんですよ、ですから最終ラインがね、少し早めに下がったんですね、逆カーブになったんですね、はいはい、それを右足で蹴られたんでね、ちょっとマーク開きましたね。しかし日本、同点に追いつくチャンスを迎えました。これ中田にとっちゃいい角度ですよね、そうですね、右足の方が角度的にはいいですね、はい、中央より左サイドは中田が蹴ることになっていると聞いています。ただ中村俊介もそばにいます。壁を下げます。 9.5 メートルきっちりと壁を下げました。この2人本当にセットプレーね、日本の武器ですよね、はい、中田かそれとも中村か、中村が蹴った、曲がってきて、これも惜しい、素晴らしいフリーキックですがゴールマウスには嫌われています。吸い込まれそうで吸い込んでくれない、ちょっと思ったよりあのボール一つ分ぐらい曲がるところが早かったような気がしますけどもね、ただよく聞くのはこうやって一本打つと次は調整できるというふうにね言いますよね、はい、しかも今のキックはね、あの、はい、決してミスではないですから、大きな多分イメージができたと思うんですよね、はい、一つミスが起こるとだん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 こう連鎖していってしまうのがね、はい、ですからここはとにかくみんな一人一人が落ち着いていつも通りのプレーを心がければね、技術ある選手ばかりですからね。中村がクロスを上げるか、センタリング、向こう側、こぼれている、
大きなチャンス、コーナーキックです。ベストタイム2分です。頼みしてほしいですね。中村、逆側にカーブがかかったか。ダイレクトで打っていった。まだあります。まだある。中村がもう一度入れるか。おっと、サイドブロックが上がっています。オフサイドのポジションから戻ったということですね。さあ、ロスタイムは今2分と表示されました。47分に向けてカウントダウンです。日本ボールのスローインです。日本の攻撃の時間を長くしたい。今いいリズムですからね。酒井のスローイン。中村俊輔、技はあります。折り返してくる。さあ、元山のヘッドオンランド。平瀬です。中央の平瀬、中央で平瀬がヘッド合わせましたが、わずかによく中村は粘りましたよね。右足ですけども、宮本に返して、そして明神、途中からボランチの位置に入っています。そして中村、前に切れが走る。中村の左足、これもノリアセーブしています。これはキーパーの好プレーですね。ファインプレーですね。キーパーに阻まれています。流れていって左足、いいシュートですよ。グランダーのいいシュートですが、よく反応しています。これ前半と違って、あの中田が、ね、前線引っ張ってますんで、中村の働くあのスペースがあるんですよ。その通りですね。平瀬が無理やり引いてくる場面も少なくなりましたし、シットラインもできてますし、バランスは非常に本当に良くなったと思います。いいですよね。そして宮本、中村、明神、そして中田英寿、明神が前に上がってきている。逆サイド、酒井を使います。平瀬が中央、中村振り向いた、左足打てる、中に入れる、ブレーブロック、平瀬ゴール前、惜しいシーンです。見せましたけどね。天を仰ぐ平瀬、決定的だったですね。先ほどね、中村シュート打ったでしょ、はい、ですからもう最終ラインがもう慌ててきましたよ ね。 そうなんですね。そこ裏をつきましたね。ここで打とうかという中村俊輔、はい、よく見ていた、いいプレーでしたけどね。そしてふわりと浮かして、平瀬胸でトラップ。ゴールキーパーのロリアがいい判断です。ポジション良くなってきましたよ、だんだん。さあ、またしても日本の攻撃、明神から向こう側、本山です。最後、山本、逆サイドに振ってくる。出ましたけどね。ああ、惜しい。明神、このボールの狙いですよね。中村がドリブルで上がってくる。このボールがいいところ出ます。平田腕です。折り返して、ヘッドを出して、決まった。平瀬のドーヘッド、中田英寿、平瀬のホットライン開通。日本同点です。日本同点です。クロスに嫌われていた日本代表ですが、ここは吸い込まれるようにクロスバーに当たって、そしてボールはマウスの中、ネットを揺らした。平瀬の同点ゴール、1対1、日本同点に追いつきました。これでリラックスして、ね、戦えるでしょう。さあ、ここからが本領発揮、日本代表。今まで何度となくオリンピック代表、そしてワールドカップを決めた時も奇跡を起こしてきました。次は酒井です。中村、後半40分を回りました。あと5分です。この試合はあと5分です。あと5分でロスタイムに入ります。中村から前に送る。平瀬、膝で落としてみる、シュート、決めた。平瀬2点目、2対1、日本逆転、日本逆転。平瀬今日2点目です。勝利を呼び込む平瀬のシュート。平瀬2ゴール、これで通算15得点目になります。中村の素晴らしいパスですね。これ中村から、ね、そして膝で当てて、胸で落として、そのままシュート、落ち着いてましたね。今ね、本当にあの相手が前に来てるところなんで、はい、平瀬のこの動きですね、相手の背後を取る動き、そしてそこに的確に出していたこの中村の見事なパス、強さという最高のボールですね、はい、これ裏側から見てもその素晴らしさがよくわかります。ついてましたね。平瀬の2点目、日本2対1、逆転に成功しています。さあ、試合の方はすでに再開されています。フットボールにレンタル移籍しましたが、それで非常に大きくなりました。さあ、日本、いい位置ですね。中原が
攻めた、この大きな体が攻めいった、思わずファールを犯した、そして日本にフリーキックのチャンスがやってきた。これはどちらも蹴れますしね、いくらでもいろんなことできますよね。絶好の位置ですね。そうですね、身長181センチの高原のいい仕事、楽しませてもらいましょう。ゴールほぼ正面です。そうですね、リラックスしてくれるからもう、はい、ああ笑顔もありますね。何か面白いことをやってくれるといいんですが、中村か中田か、中村決まった、ファンタスティック、ファンタスティックゴール、中村俊輔フリーキック見事に突き刺さりました。後半の44分です。左足振り抜いた、曲がった、入った、ネットを揺らした、完全にキーパー逆取られましたね。日本3対1です。これしかも分からないですよ、中田と中村2人とも素晴らしいキッカーですから、この世代ではアジアナンバーワンと言われています。カザフスタンのロリアも全く動けず、最初中田君がちょっとモーションをかけたんですよね、それでも完全に逆になっちゃいましたね。日本大きな大きな3点目、3対1、日本対カザフスタン、日本がリードを広げています。そして今回はなんとこのホーム国立競技場での出場決定ということになります。またしてもここでフリーキックのチャンスです。いや、1967年メキシコオリンピック予選以来32年ぶり地元での世界大会出場権獲得です。2大会連続通算6度目のオリンピック出場を決めました。22歳以下アンダー22日本代表、カザフスタンを3対1で下しました。おめでとう日本、そしてシドニーへ行ってらっしゃい。笑顔です、イレブンは笑顔です。初めてビハインドで迎えましたこのカザフスタン戦、これで予選11連勝で終えるということになりました。最後鮮烈なフリーキックでとどめを刺してくれました MVP 中村俊輔選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。中村さん流で今日の試合振り返ってみてください。そうですね、前半は向こうの形にはまってしまって、こっちの力がなかなか出せなかったんで、まあ、後半ああいう形で点取れたんで良かったです。勝利が決まった瞬間どんな気持ちでしたか。そうですね、まだ終わってないんで、対戦もアウェーですけど勝って、それからシドニーに行きたいです。どちらかというとクールな中村選手なんですが、ちょっと目が充血してませんか。まあいろいろサイドとか、勝ててよかったです。こらえて頑張ってきた甲斐があった。よくやった。さあまだ対戦残ってますし、シドニーの本戦があります。そうですね、昨日死んだじいちゃんのために頑張りたいです。さあじゃああんまりこのインタビューで人見したら、仲間が待ってます。じゃああちらに戻っててください。ありがとうございました。おめでとうございました。 MVP の中村俊輔選手にも伺いました。放送席以上です。中村はやっぱりいろんなこと悩んでたんですね、はい、本来は司令塔の位置、前にパスを出す人です、はい、でもこのチームではアウトサイドをやったり、ディフェンシブなハーフをやったり、そういう気持ちの中の整理というのを今ようやくこう報われた形なんですね。そうですね、それとやはりこの大会を通して、まだ終わってませんけども、すごく成長してますよね。本当にたくましい選手になりましたね、はい、中村もその象徴的な選手ですが、清水さん、はい、他にもね、はい、この22歳以下の代表を通していろんなポジション、明神もそうです。そうです、いろんなポジションを試して、はい、中田浩二もそうでした。そうです。そしてオールラウンドなプレーヤーへと変貌を遂げてますね。
そうですね、まさにこう大人のチームに変わっていくっていうところだと思うんですよ、ね、ですからチームを多分勝つためにやるという、はい、それがやはり彼らを大人にしてますよね。今のはまあ悔しさとかいろんな感情があったんでしょうけど中村も、ただそれを乗り越えてまた一回りまた